はい、こんにちは。こんにちは。石川です。岡崎です。久しぶりというか、YouTube でこれ上げ始めてからは、初めて。2人でやるの。初めてですね。はい。マーカマーカウェアの新作が今週結構、はい入ってきましたので、いい内容で入ってきましたね。夏物しっかり揃ってきて、はい、今週もかなり注目度高いアイテムが入ってきているので、ちょっとじゃあ早速ね、はい、ご紹介していきたいと思います。はい。半袖のシャツですね。ウールトップダイトロの生地ですね。はい。ベージュとチャコールの2色ですね。今先に入ってたウールトップダイトロを持ってきましたので、これ先に入ってたオリーブでいいんだっけ、色の名称、カーキか、カーキですね。比べてもらうとちょっと違いも分かるかな、はい、生地感は本当同じで、そのまま半袖になった形になるので、より夏対応で着ていただける形になっております。はい。チャコールの方はサイズが1番2番、ベージュはちょっとグレージュっぽいんですよね、色がこれ、ね、そうですね、うん、すごくいい色なんですよ。こっちが1、2、3番の展開です。はい。180センチの私だとサイズ3番で、はい、150センチの岡崎170の岡崎くんだとサイズ1番で大丈夫です。サイズ1番で大丈夫です。自分のゆとり持って着れます、うんうん、それがないからあれかな、ちょっとこうコンフォートフィットシャツの長袖よりも少しタイトに感じない。まあ確かにそうですね、うん、特にサイズいじる必要はないんですけど、必要以上にダボンとしないんで、この辺ご安心していただいていいかなと思います。はい。じゃ続きまして、同じ生地で作ってる、クラシックフィットですね、はい、色展開も同じで、チャコールと、はい、ベージュですね、はい、ウエストの後ろの部分にゴム入ってるんで、まあ、結構お腹周り気にされる方とか、ベルトせずに履けるパンツがいいなんていう需要がまあ圧倒的に高い中で、マーカーウェアずっとこういう仕様でやってるんで、非常にストレスフリーで履けるのが特徴です。膝下がよりこう少しだけ太くストンと落ちたような、テーパードをかけてはいるんだけど緩やかにしているので、はい、裾回りそこそこ太さを持たせてる形、はい、ただあれだよね、あんまりこうダボンとたまる感じにならないのと、やっぱ生地感非常に綺麗なので、変にだらしなくなるような感じにはならない、うん、ワイドパンツになっているので、結構やみつきになるのでおすすめですね。ワイドパンツが苦手な方とか意外とその中間ぐらいのシルエットになるので、非常にチャレンジしやすいんじゃないかなと思います、はい。で、チャコールの方は、1番と2番、はい、ベージュは1、2、3番で3です、はい、セットアップでぜひ着ていただけるとね、はい、かっこいいかなと思います、はい、こっちもね、すごくぜひチェックしてみてください、はい、こういったね、いいパンツがね、入ってきたんですよ。同じく先ほどご紹介したパンツのと同じモデルのクラシックフィット、はい、で生地はウールではなく、まあ、ワークパンツで使われているようなコットン100の、うん、結構地圧なんですけど、夏にも履けちゃいますよね、この、うん、意外とあんまり肌にこう密着するような全然シルエットではないんで、そんなにこう夏場猛暑の中でも結構風の通るスペースは確保されているようなシルエットになります、うん、だって久しぶりにこういうチノパンらしい、そうですね、カツラギだよね、そうですね、あやおりの生地で、作ってまして、はい、だいぶこうまあまあ触ってもらった方がねいいんだけど、すごいしっかりとした生地なんですけども、その奥にちょっとしっとりした具合が触ると感じ取れるのはやっぱりマーカーウェアのこう上品さなのかなとも思いますので、はい、変にワーク臭くならないですね、ちょっとこう古いようなワーク雰囲気にならずに、はい、綺麗に使っていただけるなっていうのがマーカーウェアの素晴らしいポイントかな、はい、ベージュもね、ちょっと黄みがかったような感じの、ね、そうですね、これが1番から、これ1、2、3番で、はい、展開しております。こっちからマーカーですね、ミタリーショーツ、ミタリーショーツ、結構これもこういうのってなんか上物では結構ミリタリーウェアとかやってますけど、うん、あんまりパンツだとないんじゃないかな、結構ギミックが効いててというか面白いんですよね。あと履きましたよね、履きました、結構ウエストのこのサイドの部分で絞れたりとか、うん、まあ、ベルトループもついてるんですけど、
そういったところで調整できたり、いわゆるその例えば軍パンを切りましたみたいなやつとか、はい、ああいうミリタリッシュが強くないのでトップスとかもそんなに選ばず履きやすいんじゃないかなっていうのが思いますしね、うんうん、でウエストの部分がちょっと大きめなんですけど、ここギュッと絞ってもらって、で裾幅が結構しっかりあるんで、このメリハリですね、うん、楽しんで、履いていただけると、まあ、ブラック一色で今回展開しているんで、すごいシンプルな感じするんですけど、サイジングというかシルエットでちょっとカットさも出せるパンツじゃないかなっていうふうに思います、うん、あまりうちの中でもこういうポケットというかデザインが効いたものって意外とショートパンツそんなないですよね、うん、そんなにないかな。これサイズが 1,2,3 番で、はい、入れております。ちょっとまあゆったりしてはいるんですけど、ウエスト絞れるんで、普段通りのサイズで選んでもらって、ね、風くんだったら1番です、うん、私だったら3番でちょっと緩さ出して履いてウエスト絞る感じがいいのかなっていうふうに、真夏に T シャツ1枚にこう着てそうですね、かっこいいと思うので、うん、ぜひチェックしてみてください、はい。といった感じでマーカー、マーカーウェアの新作をご紹介いたしました。はい、なんか最後じゃあ一言言っております。最後は一言、最近ねちょっと色気づいてね髪縛ってんすよこの人ね。そうですね、ちょっとみんなにどうですかって聞いて、みんな いいんじゃないなんて言うからちょっと気に入っちゃって気に入っちゃってね。